いつものように僕が失敗して惨憺たる結果を取り繕うためにますます失敗しそうになると、いつものように彼女が囁く。焦らないで、ゆっくりね。その言葉を待っていたかのように、僕がのんびりダラダラすると、またまた彼女が囁くんだ。いくらなんでも限度というものがあるわ。少しは焦りなさいよ。仕方なく僕が少し焦ると、もっと、もう少し焦ると、もっともっと、まったくもう僕の頭の中の彼女は何を焦ってるんだろうね。ベイビー、